姉さんが販売していた牛久饅頭をゲットしました。これも後でいただきます。停車中の間にいろいろとやっつけてしまいたいと思います。まずお茶で喉を潤して、それからだいぶ変形しちゃいましたけど、おにぎりと唐揚げ食べちゃいたいと思います。おにぎりからいただいちゃいます。だいぶ潰れちゃった。いただきます。うの昆布の甘みがすごく染みてます。とても美味しい。これはだいぶ潰れちゃいましたけど、一応鮭ですね。いただきます。切り身じゃないので身を濃くしてやるので、でも食べやすいです。乗車される方がいらっしゃったので、ご迷惑にならないようにテキパキといただきたいと思います。続いて唐揚げいただきます。いただきます。大きさ的にはすごく食べやすそうですね。一口サイズで、衣がサクサクとしててだいぶ冷めちゃってるんですけど、でも美味しさが全然保たれてますね。そろそろ出発するみたいです。カスタルスク駅を出発してます。お待たせいたしました。この列車は放送瀬戸本の子さんの養老県付近です。次は高崎、高崎です。じゃあ、牛久饅頭、食べます。各路線は、各方向が前付けられず、自由にご利用ください。出会った勤務前の採用特定など、徹底を用意します。駅の裏には、かつて電気を駅舎などで供給した発電所が残され、その記念碑もある。また、駅の通りは世界的に活躍する建築家、藤本幸慶が設計したものです。Thank you.
見駅に到着しました。ここで20分程度停車しまして、それから最終目的地養老渓谷に向かいます。この旅ももうすぐ終わりです。名残惜しいですけれども、最後まで楽しんでいきたいと思います。